小園のモデル妻ガチ美人すぎて限界突破。小園は2021年1月25日に結婚したが、この時点では結婚相手の年齢や氏名などの情報を一切公表していなかった。それから約1ヶ月後の2021年2月11日号週刊文春にて、相手はモデルの渡辺理沙と報じられた。その後、2022年11月8日に渡辺が自身の SNS で突然ですが顔出し解禁しますと夫婦写真を公開。夫が小園であることを正式に公表した。小園は渡辺について帰ったらご飯もありますし感謝しかない、サポートをしてもらっている、それは当たり前じゃないので野球を頑張って恩返しができたらなと思いますと妻への感謝を語っており、結婚した2021年よりレギュラーに定着。2023年シーズンは序盤の打撃不振などもあり、2年ぶりに出場100試合を切ったが、1400万増の5400万円でサインし、順調に成長してきている。